こんにちは、DI 上野浦店長のミグです。はい、こんにちは、DI 上野浦の佐久間でございます。本日は、はい、はい、本日はですね、はい、男性におすすめしたいメタルフレーム3選でございます。はい、3選でございます。素敵なメタルフレームを引っ張ってまいりました。はい、はい、メタルフレームはですね、はい、シンプルなフレームの分ですね、はい、ちょっとしたところですごくこう周りと差がつくポイントっていうのがいくつかございます。そんな中でですね、3つほど、ね、わこれはっていうようなデザインをお持ちしたんですが、はい、ただ木をてらってる感じではないんですよ、うん、なんかかけてて変な人にはならないというか、はい、程よいちょい癖ありぐらいのちょい癖あり、はい、メタルフレームですので、はいはい、ぜひご覧いただきたいなと思います。では早速ですね、カメラさんに寄っていただきまして、はいはい、寄っていただいて、こちらですね、引きで見るとですね、一見シンプルそうに見えるんですけれども、はい、まあ、メタルフレームらしいという感じですかね。そうですね、はい、これかけるともう、はい、おやっぱ癖あるなっていう感じが、こう見て取れるかなと思いますので、はい、早速もうかけていきたいなと思います。では早速ですね、かけてみました1本目なんですが、はい、アイバン7285から出ております新作でございまして、はいはい、217というモデルで、こちらやっぱちょっとサイズ感も癖があるんですよ、はい、44-23 サイズと非常に玉が小ぶりになっております、はい、でなんといってもですね、このサイドのこの厚みっていうのが非常に特徴的なんですよね。メタルフレーム、ここのサイドに厚みがあるものっていうのはそんなに数が多くなくって、はい、でこちらちょっとインサートベースでしかちょっと見ていただけないかもしれないんですけれども、はい、柄が彫ってあります、ね、そうです、柄が彫ってます。 VAN、 はい、バン柄です。バン柄がこちらがとてももう、こうおしゃれで、こうパッと見た時に、あ、何かこうちょっとこう凹凸があるなっていうのがなんかわかるんですよね、こう雰囲気、はい、佇まいといいますか。で、44-23サイズと言われる、まあ割と小ぶりなサイズ感でございまして、はい、そうですね、目も離れすぎてない方であれば割とこう自然にかけられるかなと。で、逆にじゃあ離れ目の方がかけるとどうなるかっていう感じなんですけれども、離れ目の方が小さいのわざとかけると偉人っぽくなります。なんかこう文学者っぽい感じになりますので、はい、そういった印象でかけたい方は小ぶりにわざとこうフェイスラインの中にグッと入れてしまうっていうかけ方もサイジングとしてはありかなと思います。はい、では続いてこちらゴールドカラーなんですけれども、はい、カラー番号が一応900-307という、はい、カラー番号なんですが、はい、先ほどのまたちょっとシルバーと違って、はい、非常に上品なといいますか、どことなく高級感というか、はい、風格のある佇まいになるかなと思います。なので結構年齢よりもやちょっと少し落ち着いた感じに見えやすいかなというところですね、はい、で実はこちらですね、はい、正面から、まあ、見ていただいた方が分かりやすいかもしれないです。レンズがちょっとこう奥まったテレビジョンカットタイプになるんですよね、はい、なのでこの端のこの溝といいますか、そういったものも、まあ、割と普通のメタルフレームとは違うなんかこう風格といいますか、そういったのを感じます。はい、では続いてですね、2本目かけてみました、はい、こちらがですね、はい、アーレムのルクセンブルグという、ルクセンブルグ、オランダの地名ですよね。アーレムはですね、はい、形がですね非常にこうユニークな多角形になりまして、いいですよ、ね、はい、どうですか印象。いや、かっこいいです。かっこいいです。なんか週8でルーブル美術館通ってそうだよ、はい、いやいや、週8、欲してるからめちゃくちゃでもこうアーティスティックなというか、うん、そんなこう雰囲気がします、うん、こちらですね、まず男性におすすめとは申し上げてるんですけれども、はい、ちょっと私もかけてみたくなっちゃったので、はい、いいですか、はい、ちょっとゴールドの種類が違うんですよ、ね、そうなんです。こちらがピオニーゴールドと言われる、はい、ちょっとピンクっぽい、ピオニーは芍薬の花というところ、ね、ですので、なのでちょっとこうピンクっぽいあれなので、イエローベースの方に非常に合いやすいかなと思います、はい、なのでシャンパンがちょっと黄みがかったゴールドで、こちらはピンクがかったゴールドというところで、はい、
まあ、印象もそこまで大きくは違わないんですけど、ニュアンスの違いで楽しんでいただければなと思いますね、はい、でもこちら形女性にもすごいおすすめできる、いや、かっこいいです、はい、似合ってますよ、ありがとうございます、はい、でここもですね、横がマルテルといって、結構 RM のメタルフレームにはと多く取り入れられている手法なんですけれども、ハンドハンマーですね、ちょっと叩いたような不規則なこう凹凸といいますか、それが結構光を取り込んで反射するので、非常にこう横から見ても、まあ、ちょっと日の差し方とかでも見え方が変わるのかなというところでございます、はい、大事なのが実は22金です。あ、そうです、22金メッキですよね。そうなんです、電気メッキと言われる非常にメッキの方法としては、ほとんど剥がれがもう少ないと言いますか、そういった特殊な方法で塗装されておりますので、はい、金属アレルギーが気になるよという方でも、22金というと金の含有量が結構ですね、はい、高いからですね、はい、出にくいかなと思います、うん、はい、ではですね、3モデル目なんですが、はい、こちらがですね、リンドバーグの、はい、リムシリーズですねから出ております、リムモーテン、モーテンですかね。リンドバーグといえば最小限の構造で最大限の機能を発揮するという、まあ、非常にミニマリズムといいますか、はい、そういった考え方を持つブランドでございまして、一度こちら取り扱いがですね、本店とあとは DI 中原メガネ店と鹿児島でさせていただいてて、一回動画を作らせていただいてるんですけれども、はい、非常にもうシンプルな、非常にシンプルです、軽さが、うん、特徴です。はい、めちゃくちゃ軽いですよ。3g、はい、1円玉3枚分でございます、はい、そうです、もう本当に空飛ぶのであればリンドバーグかレッドブルかっていうぐらい感じですか、ね、そんな感じちょっと今日変えておりますけれども、はい、なので本当にこう仕事中とかにも、うん、もうこの重さをにとらわれたくないっていう方も結構男性は多かったりしますよね。そう、多いですね。もうスーツも着てネクタイも締めるともうまたメガネとかでマスクまでっていうとですね、非常に重たくなるんですが、はい、そういった方にも非常におすすめしたくて、実は政財界の方たちだったりが結構手に取られてるみたいですね。今のですね、現総理大臣の岸田さんもリンドバーグ、そうですね、まあ、韓国の大統領の方だったりもかけてらっしゃったりとか、なので結構政治に携わる方 もかけておりますので、結構テレビ見てるときはチェックしてみるといいかなと思いますよ、はい、ヒンジの部分のデザインっていうのがこのリンドバーグの大きい特徴に、はい、まあ、リムシリーズと言われるシリーズの中では特徴になってきます、はい、この機構を使っているのはもうリンドバーグしかございませんので、はい、で今かけてもらっているのがですね、はい、こちらのブルーなんですが、はい、実は色も自由にカスタムできます。サイズが4サイズほどございますので。4サイズもある、ね、そうなんです。こちらが今46サイズなんですよね、はい、ちょっと48サイズも持ってきてましたので、1つ上ですかね。1つ上です。なので48、まあ、こっちちょっと結構小ぶりだったので、お顔が大きめな方にはこちらをおすすめしたいです、はい、サイズ感が48サイズで、横も非常にワイヤーですので、うん、もうこうとてもかけやすい、かけやすいです。お顔がちょっと大きいな、ちょっと横 の渡り幅があるなっていう方にはおすすめしたいサイズ感ですね、はい、で色もまあ黒ですとかゴールドですとか選んでいただけますので、はい、大体お作りに、まあ、ちょっと今お時間も大体3週間から4週間前後を見ていただければ、はい、カスタムしたものも作れますので、まあ、ちょっと時間に余裕を見てぜひお作りいただければなというところでございます。はい、では本日はですね、3本ちょっと周りと差がつくようなですね、メタルフレーム、男性におすすめのメタルフレームをご紹介させていただきました。本当メタルフレームってやっぱシンプルな印象もあるんですけども、その中にこうちょっと癖を、はい、忍ばせてあげるだけでまた印象がですね変わってくるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、はい、当チャンネルももうすぐあと300人ほどで2万人を、はいはい、目指せそうでございますけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、はい、そうですね、 YouTube、はい、ご自身見られますか？とても見ますよ。本当ですか？はい、ハマってるチャンネルとかありますか？私はですね、はい、心をかまたくで癒して、はいはい、目を BTS で癒してます。ああ、心と目は別なんですか？別、やっぱ
かまたくさんだと心は現れるんですけど、はい、そんなこと言わないから。はい、もう両方お世話になっております、はいはい、ありがとうございます。スタクは、あ、僕ですか。僕はですね、うん、結構考察系をよく見ますね。まあ、映画とか、はいはい、漫画とかワンピースの考察家を見るんですけど、あー、わかる、それは。小屋キーチャンネルさんとか、あとハリポタジャンキー、あー、そうそう、私もハリポタ好きですよ、ね、ます。あとあの最近あのジブリの考察をするメガネの、ちょっとこう5年ぐらい上目の、はい、はい、あの男性がされてるのもめちゃくちゃ面白いですね。おー、そうですか、はい、まあちょっとですね、いろいろ。私もでもあのハリーポッター結構よく見ます。あ、本当ですか。うん、あの楽しいですよね。で、本を読んだりとかですね、はい、はい、しております。まあ、あと個人的にやっぱ福原遥さんの歌を歌うっていうはいはいはい、が好き、好きですね。青春派が好きなので、はい、そういったところで、はい、ございます。はい、すいませんでした。はい、ございます。はい、じゃあ本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとよろしければコメントの方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではよろしければまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。